不自由に劣行スタイルリアルボイできるのが恋のリバイリリムに乗り込みラバダブスタイルリルボイ君の耳に届ける愛もいたったらセンターすぐアクションアンチューママチジュー俺の技裏で口ばっか達者のフレイクで無視してちゃっちゃと広げるワン日本だと保証されなかった皆様新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2021年、今年もどうぞよろしくお願いします。お願いしますっていう感じで2021年やな。そうっすね。明けたね。明けましたね。明けたな。なんかこういいよね新年って。そうっすね。なんかもうリフレッシュみたいな感じやね、はい、なんか新しくなっていくということやね。まあ去年は去年でいいことあったけど、まあ、今年もね、どんどんいいことを積み重ねていこうっていうことよね。まあそうですね。知らんけど。そうやな、はい、で、一発目がこのフライデートーク。そうですね、よね。フライデートークは多分、今回初めて始まるやん、新コーナーで。そうですね。ね、なんか、まあ、前回あったけど、あれはつなぎとして、はい、なんかあれやけど、なんかフライデートークって多分分からんと思う、何のことみたいな。毎週金曜日になんかこう上げていこうみたいな感じや、はい、ね、でそれでフライデーのトークなんやけど、はい、まあ、どうせなら楽しいことしようよってことや、はいはい、ね、なんかこの趣旨としては何かある。ああ、山口をディグってこう。なるほどね。掘り下げて。そうそうそう、ディグっていうのは掘り下げ。とりあえずまあ新年ってことで、はい、飲みますか。飲みたいです。恒例の飲みましょう。うん、とりあえず飲もう。飲まんと始まらんけ。じゃじゃん。シェイク。シェイクシェイク。シェイクシェイクじゃない。よし。フライデートーク。毎回酒飲めるのいいっすね。そうっすか。ビール、しかもうまいビールやけどね。シェイク、宇宙シェイク。シェイクで新年乾杯しよう。とりあえず、ちょっと飲んじゃうけどね。今もやけど、これ、シェイクでさらに美味しい感じになる。ちゃんとそうやな。いい。貸してもらっていい？あ、ダメっす。イエーイ。明けおめえ。明けおめえ。イエーイ。うまい。いいね、うまいね。やっぱ宇宙うまいよね。宇宙はうまいなっていう。じゃあ今回は、うん、初詣。山口県内で、はいはい、どこに行ったらいいか答えてください。初詣ね。はい。どこに行ったらいいか。そうそう、数ある神社の中からどこの神社に行けばいいか。そうそう、何使ってもいいんで、まあ調べてもらって今から、うん、でどこに行ったらいいかっていうのを結論出してほしい。なんでいきなり野田満さん的なんでいきなりそんなことせんに行けんのよ。みんな近所のとこ行ったらいいやん。その、まあ、そうなんですけど、なんか誰かに聞かれたりとか、うん、した時に、ああ山口県はどこに初詣行ったらいいのみたいな。そうですね、聞かれた時に、はい、まあ初詣携帯で調べろって。もういや、まあそうなんですけど、うん、その今ここで見てくれた人が、そのもしその質問がバチッてはまった時に調べる手間もなく代わりにね、俺がディグルってこと。そうそうそう、ズドンと言っちゃう。いいよ別に。山口県の人が、はい、何初詣に行くならどこっていうのをディグったらいいな。そうっすね。そのですもうサクッとでいいんでしょ。サクッと、まあ小野田マンさんなりっすね。そこら辺はそんなん携帯で調べたら早いじゃん。いや、まあそうなんですけど、ちょっと手間じゃないですか。みんなはね。そうそうそう、俺はやるんやけどね。そうそうそう、うん、ソースソースじゃねえよ。携帯調べたら早いと思うんですけど、山口県の初詣人気ランキングがもう出た。ボンと。ああいい、もうこれ発表したら早いやろ。もっとディグってほしいんですけど。いや、ディグリーよや。OK、知らん。お前のあれは分からんけど、とりあえずでもこういうことやろ。まあそうっすね。遠石八幡宮っていうのが第1位なんですよ。はい、遠石八幡宮。これは、どこにあるの？周南市、そう、周南市徳山駅からなんかバスに乗って、なんかよくわからんけど
10分ぐらい東海名駅からバスで10分ぐらい、バスとか乗らんやろ。それでそざっくりっすね。うん、なんか1300年前に建てられた歴史ある八幡宮なんだって。遠い石、遠い石、八幡宮で、なんか赤子参りとかしてあるからいいんじゃない、いたらあの子供系の人は。はいはい、だいぶ適当っすね。適当じゃない、できるよ。で、豊富天満宮、豊富天満宮は、学歴をね、はい、うん、学歴系と思う。で、琴崎八幡宮宇部ね、これなんかお札がいっぱいあるっていう琴崎八幡宮、はい、で、住吉神社は室町時代からあるんだって。そう、室町時代からあるのが住吉神社。これどこになるの、住吉神社。下関の、宮住、一宮住吉っていうところにあるみたい。一宮住吉にある住吉神社ね。これがいいんだって、はい、これが第5位。で、第6位が亀山八幡宮、通称関の氏神、関の氏神、関の氏神、うん、関の氏神って言われて、関門海峡が見渡せるときは下関をね。はい、なんかやばそう、ここ説明何も書いてない。亀山八幡宮やばいね。で、東光寺、これはまあ、あの有名やね、毛利元就のね、いや毛利家ね、毛利家のなんかあれなんだって。寺だからここに行ってもいいんじゃないっていう、なんないだけど、ここはとにかく、はい、遠石八幡宮、豊富天満宮、琴崎八幡宮、住吉神社に赤間神宮、亀山八幡宮、東光寺、はい、で、この7つがとりあえずピックアップされちゃうんやけど、はい、どこに行けばいいかっていう質問よね。そうですね。これに対して答えは1つ、豊富天満宮。それは何ですか。豊富天満宮に行きなさい。いやいや、あれね、学問やからね。とりあえず合格祈願の学問っていうのもあるけど、なんか豊富天満宮ってほんと昔からすげえ歴史的、他も歴史的と思うんやけど、なんかこう、と思うんやけど、なんか確かね、なんかがあるよ、豊富天満宮って。日本最初の天神様、そうそう。なんかね、お茶とかあるじゃん、はい、お茶を広めたいって言って、なんかそのなんとかって、マッツァンがいるから。そうもう酔っ払いやけん、俺もうなくなるよお前これ。新年早々、はい、ね、こういう話しようけど、とにかく豊富天満宮に行ったらいいと思う。結構なんかさ、行って結構大きいのよ、うん、豊富天満宮自体で。まずそこで楽しいし、多分敵はもしっかりしようし、でなんかこう、確かおみくじもあるしさ、なんかえとみくじとかもあるよ、なんかそういうのやって、そうそう、この前3回引いた、3回とも中吉やったけど、大吉当てるまでやろうと思ったけど、1回200円でさ、高いけどもやめたけど、3回目で。まあ結構おみくじも楽しかったね。で、降りてったら、階段降りたとこぐらいに右手にあれがあるよ、長州芋の記念館、はい、あそこでザイオンコーヒー飲めるから、それがいい。ザイオンコーヒー飲めるから豊富天満宮、これいいやん、これ。ザイオンコーヒー飲みに豊富天満宮に行く、初詣はバッチリやろ。そうですね、長州芋の記念館のところでやりようけん、飲めるけん、ザイオンコーヒー、あのカフェになってるんで、どうぞあの豊富天満宮敷地内の芋の記念館に行ってください。なので豊富天満宮に行ったらいいよが答えと。はい、ありがとうございます。結構今決まったやろ、はい、ドヤ顔しようけど。いやでも実際は、でも近所好きなとこ行ったらいいんやない、はい、知らんけど、皆さんはどうお過ごしでしょうかっていうところね。なんかないの今年お前。なんすか、抱負的なもの。抱負天満宮だけに。抱負っすか。うん、抱負かなんか。そうっすね、楽しくやるっすね、変わらず。なるほど。変わらず変わるみたいな。なるほど、変わらず変わるっすね。いいお答えが分からない。何変わらず変わるって。変わらず変わっていくの。変わらずに、うん、まあ、よく分からんですね、僕も。もうそれを説明しろじゃなくてよかったわ。変わらず変わる、よく分からんな、もういいお答え。とりあえずまあ今年もなんかこう酒飲めていいね。そうですね、ね、とりあえずそれが一番やな。
去年なんかこういろいろあってね、ユニレコ TV やることになってさ、でみんなのおかげでこう今もできてさ、明けましておめでとうなんて言えてさ、一時どうなるか分からないってことだってあるわけ。もう今年を迎え入れて、なんかまた新しい希望もなんかできてさ、なんか普段ワン友達とかもともさ、なんかこう正月とかとかあってさ、なんか楽しく生きていければな、いいなっていうのをこうみんなでシェアしてさ、いいよね正月って何お前だらけだ正月って何ですかお前普段。なんですかね、何しよう。とりあえず酒飲んでますね。そうよね、酒飲んだり遊んだりするよね。そうですね、うん、この後まあみんなと遊ぶんやろどうせ。そうですね、ね、俺もなんかこの後まあみんなで遊んだりするし、まあ普段ね、はい、なんかこう忙しい人も正月ぐらいはこう飲んで遊んでスパッと楽しめたらなと思いますよね。そうですね、あんまこう何こう羽目を外しすぎないようによね、全裸でコンビニ入ったりとかしたらもう怒られるけどね、そういうことは。そうですね、うん、やめて健全に遊んでいくっていう感じの。じゃあ最後にあの五七五で締めてもらいましょうか。そうですね、うん、お願いします。いやいや、お前が。俺が、お前がですか。五七五で、五七五。じゃあ2021年新年明けまして五七五、ラムさんお願いします。ちょっと待って、え何五七五ですね。五七五です。いつだって急に入るやん。はい、いいどうぞ。もう本当に今この率直な、分かった、この率直なですね。分かった。いつだって何が起きるか分からない。急に降ってくると思う。いやー、そういうことで。2021年って感じやな。怖いけどね、それね。まあ、それいい意味で、悪い意味で、いい意味でね。まあこのいい意味でね。そうですね。うん、いい意味で、それいい意味で。まあ、いいことも起こるかもしれないし、うん、そうやね、っていう意味ですね。なるほど、わかりました。そうですね、まあ、ということで今年も、はい、皆さんユニオフ TV をよろしくお願いします。よろしくお願いします。